前回のビデオで Windows 標準の機能だけを使ってクローンする方法を説明して、 240GB から 1TB の NVMe にクローンしました。この方法では回復パーティションが真ん中にできてしまい、ディスクが分断されます。そこで回復パーティションを最後尾に移動する方法を探りました。今回作ったのは2つのバッチファイルです。なお、これらは十分な動作検証をやったものではありません。実施される方は自己責任でお願いします。こちらは回復パーティションのディスクとパーティション番号を見つけて削除するバッチです。このバッチを管理者権限で走らせます。回復パーティションを削除しました。こちらは回復パーティションを最後尾に作成するバッチです。こちらも管理者権限で実行します。最後尾に回復パーティションが移動しました。実際に回復パーティションが動作するか試してみます。シャットダウンにこのオプションをつけると回復パーティションが起動します。トラブルシューティングから詳細オプションを選びます。これらの6つのメニューが出れば回復パーティションが正常です。次に容量の小さいドライブへのクローンを試みます。これは HDD から SSD にクローンするときなど役立ちます。まず先ほどのバッチを使って回復パーティションを削除します。次にディスクの管理を使って C ドライブを縮小します。後で領域は拡大されますので、ここでは最小に縮小して構いません。この辺の作業ファイルは後で削除されますので残しておいてください。ここからは前回の拡大クローンと変わりません。詳しくは前回のビデオをご覧ください。 C ドライブのイメージバックアップを別のドライブに書き込みます。今回も E ドライブとして接続している SATA SSD にバックアップします。E ドライブを 71GB 使うという確認です。バックアップが終わったらシャットダウンします。今回は例として 1TB の M.2 NVMe から 240GB の NVMe にクローンします。前回クローンしたドライブのクローン戻しです。回復ドライブから起動するようにブートプライオリティを変更します。回復ドライブの作り方も前回のビデオで説明しています。回復ドライブの機能を使ってイメージファイルを復活させます。
クローン先のドライブに入っている内容は全消去されるのでご注意ください。間違って別のドライブにクローンを作らないよう注意しましょう。ディスクの管理で正常にクローンされてるか確認です。回復パーティションまで作ってもらっていますが、これは偽物です。確認してみましょう。詳細オプションのメニューが2つしかありません。正しくは6つです。回復パーティションを修復したいと思います。デリートバッジで回復パーティションを一旦削除します。さらにクリエイトバッジで再構築します。これで回復パーティションが直ったか調べてみます。詳細オプションがちゃんと6つ出ました。でも回復パーティションって必要でしょうか？回復ドライブでも同じことができますし、こんなシステムコマンドに手を出す人にはいらない気もします。今回のバッチファイルは適当な場所に配置してショートカットを作っておくと便利です。このショートカットは詳細設定で管理者として実行をオンにしておきます。またバッチファイル実行中はディスクの管理を閉じておくことをお勧めします。まれに競合してバッチが失敗することがあります。次に CWindows システム32リカバリーの下に作られる WinRE.WIM です。このファイルは回復パーティションを無効化すると作られます。有効化すると回復パーティション内に移動します。無効化せずに回復パーティションを削除するとこのファイルが消失します。間違って消してしまった方は回復ドライブのソーシズ boot.wim が同じものです。こちらのファイルは隠し属性、システム属性です。フォルダーオプションの表示で隠しをオンにして、こちらはオフにしてないと見れません。バッチファイルの実行で失敗してしまうと、普通のパーティションができることがあります。
こうなると REP クリエイトも REP デリートも失敗します。REP デリートが失敗するのは、安全のため回復パーティション以外消さないようにしてるためです。このようになった場合は、ディスク管理から削除してください。その後で REP クリエイトを実行すると、回復パーティションができます。よろしかったらチャンネル登録お願いします。